10月10日、老舗洋菓子メーカーの富士屋洋菓子店が公式ツイッターを更新しました。クリスマスケーキ、一緒に、スマイルスイッチ、雪降るホワイトクリスマスの予約が早期終了することを発表しました。早期終了の理由は、十分な数量を用意しておりましたが、予想を大きく上回るご予約をいただきましたためとのことで、店頭予約は15日で終了するとのことです。富士屋は CM キャラクターにスノーマンを起用しています。今回のクリスマスケーキは予約特典がスノーマンオリジナルクリスマスカード&アクリルフォトフレームですから、それを目当てに購入したファンも多いことでしょう。女性誌ライター。スノーマンは7月4日発売の日経エンタテインメント、日経 BP、8月号の特集、エンタ、ブランド力、ランキング100、でも、鬼滅の葉、推しの子、呪術廻戦などの超人気漫画アニメに混じって6位にランクインする人気を誇ります。10月16日から宮舘涼太、30、が初の単独 MC を務める新番組、日本全国さすらい料理バラエティ、黄金のワンスプーン、TBS 系がスタートし、深沢達也、31、が嵐、相葉雅紀、40、が主演を務める10月27日スタートのドラマ、今日からヒットマン、テレビ朝日系にメインキャストとして出演したりと、個々の活躍も絶好調です。そして、富士屋はジャニー喜多川氏、享年87の騒動でジャニーズタレントの CM 交番ドミノが発生ももかわらず、スノーマンの起用を続けてくれたことも、今回の爆発的な売り上げに影響しているでしょう。ビール不買運動も起きている。スノーマンの起用を続ける富士屋に対して、大変申し訳ありませんなどお誤りになることはございません。予想を大きく上回る予約はスノタンが目指していたことでございます。すごい。富士屋さんのおかげで心を救われたジャニーズファンは、スノーマンのファンに限らずたくさんいます。本当にありがとうございます。富士屋さんも想定外だったかもね。でも、ちゃんとお知らせもついしていただけるし、本当富士屋様々ですが、買いに行く顧客層も、富士屋さんで働いている方にも、スノーマンの認知が広がっていってるよね。と、恩返しの意も込めて購入しているファンの声が、SNS にも多く寄せられています。なお、スノタンは、渦中にいるスノーマンを応援するプロジェクトとして、グループ公式 YouTube チャンネルに投稿されているデビュー曲、D の総再生数1億回を目指しており、11日午前11時の時点で9967万再生まで数字を伸ばしています。1億回再生もほどなく達成するでしょう。言うまでもなく、ジャニー氏の過去の行いはとんでもないことです。各企業が CM を引き上げているのは、国際基準から考えても当然のことでしょう。絶縁宣言をする企業もありますが、ことの重大さを考えればやむを得ないところはあります。スノーマンの場合は、大手ビールメーカーでもある、アサヒグループと、キリンの商品 CM に出演していましたが、これも降板になってしまいましたよね。スノーマンはグループでアサヒの、ミンティア、メグロハス、26、が単独でキリンの、午後の紅茶の CM にそれぞれ出演していましたが、両者ともに契約満了で終了となりました。キリンとアサヒは非常に強い言葉で方針を発表しており、キリンは現在起用しているタレントの契約満了をもって今後起用しないと公式に発表。アサヒに至っては9月11日の朝日新聞の取材に対して取引を継続すれば私たちが人権侵害に寛容ということになると勝木敦史社長が断じています。ジャニーズタレントの購買促進力は強い。キリンもアサヒもそうだが、ビールメーカーでは、スノーマンが CM 出演していない、札幌ホールディングスとサントリーも、ジャニーズの起用をやめたため、国内のビール大手4社が足並みを揃えて、ジャニーズ離れする結果となりました。それに対して、もう海外のビールしか買わないし、同じ CM 降板を決めた、モスもマックも業かねえ、ジャニーズのタレント使わないんだよね。おかげで、ビールとかアルコール類あまり飲まなくなったから、健康になってきたよ。飲むときは海外のビール買ってきて飲むよ。推しへの祝杯は、国内ビールはダメだからやっぱりワインかシャンパンかな。などなど、国内のビールに限らず、マクドナルドやモスバーガーなど、ジャニーズタレントを降板させた企業の商品の不買運動をしているファンが見られます。企業として、ジャニー氏の罪を看過してきたジャニーズ事務所から手を引くのは当然の判断である一方で、タレントに罪はないのも事実。そのため、
タレントが不当な扱いを受けていると感じるファンから不買運動の声が出始めているということですよね。実際のところ、不二家の例があるように、ジャニーズファンの購買力は非常に高い。企業も苦渋の判断なところはあるでしょうが、スノーマン以外では、日産に対する木村拓哉、50の貢献が記憶に新しい。2018年にカルロス・ゴーン氏の金融商品取引法違反容疑の逮捕でイメージが急落していた日産は、2020年に木村をアンバサダーに起用。木村が新型 EV、アリアを運転する CM は、2020年9月度の CM 好感度ランキングで1位を記録。日産にとって7年ぶりの1位だった。また、2021年上期の営業利益は1391億円。日産はコロナ禍前の前年同期比の1588億円の赤字から2979億円も増加し、売上高営業利益率の 3.5% 増加も果たしていました。強い購買力を誇るジャニーズファンと、それをプッシュできるジャニーズタレント。ジャニー氏の行為は絶対に許されないことですが、企業ノーノの考えのもと、ジャニーズタレントの広告キャラクター起用は今後も展開されていくことでしょう。